はい、どうも、ネクロスです。さあ、今回も、トワイライトプリンセスやっていきましょう。前回、マスターソードがなんか光ったところからですね、この奥やっていきましょう。まあ、鍵の宮殿も、後半戦に差し掛かってきてるよ。で、これ、剣が光ったから、その剣が、光ってた弾あるやん。あの弾、ソルって言うんやけど、そのソルと同じ効果があって、剣を振ることによって、その、霧を晴らすことができて、まあ、これがないとクリアできんな。こういう感じで黒い霧あるけど、剣打ちね、やめて。剣振ったら、解除できるよと。で、これもなんか、ソルの偽物みたいなのあるから、これも、なんか投げて死んでいく。うわー、気持ち悪い。わー、気持ち悪い。で、ここもね、LJ して壁の中に見り込んだら回転切りちゃうジャンプ切りで LJ 発動させて先回りできるよと。ここもね、回転切りで起動だけさしといて、乗るのは後先に起動させておくことによってちょっとだけね短縮で全部倒したんで小さな鍵、まあ残と愛倒して小さな鍵っていう流れは特に変わってないかな。で、小さな鍵使ってこの奥行ってみましょう。鍵の宮殿がな、特になんか、バグもないしな、退屈やねんな。なんかね、もっとこのフラグ貫通して、なんかどんどん奥進んでいったりできたらいいんやけど、固定の神殿みたいに。で、なんか特にそういうのないからな、ただ LJ でちょっとしたショートカットがあるよ、的な感じなだけやから、見えない。よこしょ。これ結構ね、範囲がね、まあ、エイムが難しいっていう、クロショットの射程距離外に行きがちやから、結構難しい。わー、カニの会長、うほー。映りたがり屋かな。うわ、めっちゃ倒す。ちなみにこのマスターソード光ってると、カニの、宮殿によるモンスターなら全部ワンパン、ザントアイも含めて全部ワンパン。でもザントはさすがに無理やけど、ザント以外の敵ならもう全部ワンパン。ちなみにここはなんかね、奈落の下に地面判定があるから謎に LJA はできないっていう。よいしょ、アップデート。この威力が下がるこの移動切り、この威力が下がるこの移動切りでもどんな敵でもワンパンなんで。今わざと落ちた理由としては落ちた方が早いから。であいつ行ったら絶対間に合わねえな。さあ出てこい。よこしょ。おれい、回転切りの範囲が広いからね、楽やねんな。で相変わらず小さな鍵と。なんで小さな鍵なんやろな。扉が開くようにしたらいいのに。オッケー、出落ち。ちょっと一発目の回転切り早くてびっくりしたけど、まあなんとかなったわ。ここまでなんか LJ 使ってうまいこと生きる方法もあるんやけど、ここでこう、うわー、 LJ したらいいんやけど、これ難しいねんな普通。あっ、こうやって LJ で先回りしていくことによって、この奥にエレベーターあんねんけど、そのエレベーターを一周早く行けるっていう、まあ、一回落ちたから結局のところ意味ないんやけど、読みでこう LJ とかうまいこと使っていったら、この上、あいつこの動いてる足場にギリギリ一周間に合うよっていうちょっとした小ネタあんねんけど、落ちたんで無理でした。はいよ、こいつもいつも通り倒して間に合う。あっぶねー、アイアンブーツ測んでもよかった。痛い、どこだ、こっちか。宝箱のところに出てくるんはなかなか分かってるやつで、いつも通りザンと相手をしたに小さな鍵が出てくると。これで小さな鍵は最後かな。はい、小さな鍵ゲット。あとはもうボス部屋の鍵も持ってるんで、このままボス部屋に直行するだけ。もちろん LJA で。よいしょ。
ああ、ここもね、影の使者との戦闘があるんやけど、全部出落ち、全部出落ちさせるから、ほら出てくる前に倒す、タイミング回転切り振って倒す、4体振ってきても倒す、振ってきても倒す、 OK。 この連戦がちょっと気持ちいい。というわけで残党、光ってるマスターソードかっこいいな。戦王ザント、こいつのね HP の使用が結構ややこしくて、簡単に言うなら奥義と4連気味の最後がめっちゃダメージが通るのは弱点みたいな感じになっとって、だからこの4連気味の最後を当てるとすごいダメージ、タイミングよく4連切りの最後当てると終わる、2発で終わるから。で第2形態もね結構なんか面倒くさくて、なんか猶予2フレームかなんかで、ね、うまいこの攻撃が当たると一旦で倒せるけど、あー惜しい、今の感じで最後ね、これ猶予2フレームか3フレームの技であとちょっとでも一旦で倒すといいな、これしゃあないでしょ、はい終わり、ほらあと一発やったやろ、惜しかったな、まあいいや。さあ第3形態、水の中、アイアンブーツとゾーラの鎧と、でここでパート1の時に言った伏線が出てくんねんけど、伏線というかパート1の時に言った最速切りっていうのがあって、お待って、スティックを右左上下、これで最速の順番でその剣振れるんで、それでやんのが一番早いかな。その最速切りっていうのがほとんどの敵にはなんか早すぎてヒットせえへんねやんか、でもザントはうまいことヒットしてくれるんで使っていきましょう。で次4つ、えっ下かんだ、4つ出てくるけど、これ一ちゃん遠いところに出てくるから、あえて一ちゃん遠いところに最初に持って移動すると出てくるよっていう、この鼻息ふーんって鼻息が吹いた時に一ちゃん遠いところに持った時に出てくる、で終わり。で次が難しいんだけど、ポーズを1回押す、 OK、 でアイアムズ外して、これ動く順番固定やから、先回りジャンプ切り回転切り最速切りで、こっち回ってアイアンブーツじゃなくてチェーンハンマーでジャンプ切り終わり。やってきたよ、お前のために、お前のためにわざわざスノーピークまで登ってチェーンハンマー取ってきたから、たったこのこんだけのために、こんだけのためにわざわざスノーピーク登りに行ったからな、分かってんかお前、待て、 OK、 4連切りの最後がめっちゃダメージ出る判定になってるから、簡単に言えばな、ほんまはちゃうねんで、ほんまはちゃうねんけど、簡単に言えばそんな感じやから、うまいこと4連切りの最後は絶対に当てていきましょい。これでチェーンハンマーのデファーも終了、まあ一応あるから、せっかくあるからあの使うけど、待って、はい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 、さあ最後はハイラル城、このハイラル城いいよな、これもねうまいこと4連切りの最後をね当てる、待ってミスター最後、なんで最後マジか、オッケー、これねほら見てわかる、一発でもダメージ与えると瞬間移動するよ、だからタイミングよく4連切りの最後当てる必要がある、で3回目はベイブレードで飛んでくるから、こっちもベイブレードで回ってひるんだところをブスリ、あれ
マジかい。よっこしょー。この4連切りの最後を3回当てると残党戦は終了。ちょっとかわいい。お、カレーの継承筋3つあるやん。ちゃんと3つ集めたからな。ちゃんと3つ集めてるから、ちゃんとここにも3つ取り返したから。クソダサくね。でもダサくね、服装。ザンと風船やったってマジ？ゼルダって誰だ？絶対ムービーにハートの器なかった気がするんやけどな。あ、ちなみにこれチェーンハンマーでもこれハートの器ちゃんと取れます。届かんけど、ほら。どういうこと？クローショットならわかるよ。クローショットはちゃんと取ってこう手前にやってるけど、チェーンハンマーでハートの器取れるってどういうこと？というわけで今回はこの辺にしたいと思います。雲が黒い、初めて知った。雲が黒いんや、鍵の世界って。知らんかったなぁ。というわけで、服装ダサいから元に戻して、こっちの方が男前。じゃあ次回、ゼルダっていうモブキャラを助けに行きましょう。